私たちの生活に大きな恩恵をもたらしてくれた学問の一つが化学です。暮らしを豊かに潤してきた有機化学や無機化学を習得する一方、近年問題となっている環境や省エネルギー問題にも精通した人材を育成するのが化学科です。1年生から3年生の間に物理化学、有機化学、無機化学の基礎を学び、それから実験を通じて、実験技術あるいは洞察力を養っていく、そういった教育をしております。現代化学の基礎をしっかりと学んだ後は、実験による経験を地道に積み上げていきます。私は化学の中で触媒について興味がありますので、触媒の研究を通じて社会に役立つ人材になりたいと思っています。化学科で進められている新しい機能性分子の研究です。その一つ、金属錯体は有機物とも無機物とも異なる性質を持ち、外部からの刺激によりスイッチング機能やセンサー機能を示します。このため物性化学から材料化学の分野にまで広がる高い可能性を秘めた物質です。金属錯体の合成研究では、空気に触れてはならない物質をグローブボックス内で反応させる場合もあります。また合成された金属錯体を光や X 線を利用して解析し、分子の持つ機能性と構造の関係を解き明かすことも重要です。このようにして得られた知見は、電子部品から医薬品に至る幅広い分野の材料開発に応用されています。一方、化学科では生理活性物質についての研究も進められています。自然界で発見された有機化合物の合成、優れた作用を持った化合物の開発は、新しい抗がん剤など医薬品への応用も期待されています。化学の基本は実験ですが、現代ではコンピューターによる化学反応の予測や液体・固体のシミュレーションという理論化学のジャンルが注目を集めています。この研究室で生まれた成果の一つが、日本近海に豊富に埋蔵されている燃える氷と呼ばれるメタンハイドレートの水とメタンガスの泡になるシミュレーションモデルです。現在、さまざまな採掘方法が模索される中、その最適な条件を探る上で大きな役割を発揮することが期待されています。